それではですね、今回は効率よく二次をしていく方法を紹介したいと思います。場所はナイトホールですね。なぜナイトホールかというと、ストライクだ、普通の AU ストライクだと、他の人にも、キルされたりとかでなかなか二次を取得するまでに時間がかかるというところなので、今回は AU ストライクではなくナイトホールに来ています。一人であれば進めるのも効率はいいだろうというところでナイトホールですね。ではやっていきたいと思います。メインな連続キル、虹はメインな連続キル、特殊の連続キル、ヘビーの連続キルっていうのをやっていかなきゃいけないので、あ、ちょうどいいから、じゃあここで、おっと、そしたらここで、メインの連続キルが終わったので、今度は特殊の連続キルをやっていきたいと思います。これで特殊な連続キルが取れます。で 次には、ヘビーの連続キル、敵さんといるかな、いた、はい、これでヘビーの連続キルで虹が取れます。はい、方法としてはこれをただ繰り返すだけですねになるんですけども、なぜ今回、自分がワットジュージュを持ってるかというと、ブックの方でも進めなきゃいけないものがあって、ブックのヴァンガードのエリートの方ですね、スーパーヒーロー、これを進めなきゃいけないんですけど、なかなか多分進まないと思います。その時バットジュージュ持ってついでにやってしまえば、進められるっていうか、ブックを進めていくのも効率は上がるかなっていうところですね。虹を取りつつ敵を何体も倒さなきゃいけないので、ここでメインの連続キル取ってヘビーで、ヘビーじゃない特殊か、特殊で連続キル取って、あとは敵さんでいるかな、時間かかってもいいので連続キルだけは早めに。一体、おっと、移動入っちゃった、これやり直しですね。これは痛い。お、いけたか。で虹取って、で、溜まったら、スパチャも溜まりましたね。で、ここで、おっと、いた。取れないか。いけるか。で、いった。超伝導。これでまたスーパーヒーローの、ブックのスーパーヒーローのカウントも1個増えてると思うので、効率よく進めたい方は、虹と一緒にこちらもやってみてもいいかと思います。それでは以上となります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。